進めよう。姉川の戦いは織田徳川の勝利に終わった。だが戦国に武を主観とする信長に対し、甲斐の虎武田信玄が立った。家康は三河武士の意地をかけ、信玄の上洛を阻止すべく突出、信玄の背後を急襲した。だがそれを信玄は予測しきっていた。武田得意の野戦に持ち込むため、家康を三方ヶ原におびき寄せたのだ。三方ヶ原に待ち構えていた武田軍の前に、家康は絶体絶命の危機に陥るのだった。意地にかられ死地に踏み込むとは。第2話、三方ヶ原の戦い、耐えたる行く末何か。信玄の策にかかり七におびき寄せられたか。この上は討ち死にして三河武士が意地を見せんか。不問。そは抱きすべき犬死になり、逃げ延びられよ。未来がために。いざ尋常に勝負。この戦、勝ち目はない。我らも引くぞ。敵将を討ち取ったわい。お見事にて、ソーロ。我何に望みても引かず。名のある武士とお見受けいたせ。さすがは我らが殿に負わす。押して参る。いざ戦わん。さすが、お見事。
暇だ。かかれ。北条と武田の盟約、ここに果たそう。家康の顔、この辺に飾り合わせにとる。押して参る。悲しい。我と戦うのは人は脆すぎる。敵将を討ち取ったわい。お見事にてさら。逃げも隠れもせぬ。
家康これにあり、我が首取って手柄とせよ。武田の木っ端武者ども、家康はここだ。敵将を討ち取ったわい。お見事にてそら。これぞ三河武士の底力よ。押して参る。この左近、戦場にては修羅となる。でかい部隊でやり合うのは。家康は桶狭間の奇襲を真似て信玄公の背後を突いたが、信玄公はそれを取り返し、家康めくれ。なかなかやる。出直すとするか。名のある武士とお見受けいたした。Thank you.
それぞれ、カーブしろ、そこにならよ。だけでは勝敗は決さぬよ。敵将を討ち取ったわい。もう引くよ。すでに徳川に上洛阻止の力はないしな。なんとか逃げ延びたか。この勝利も皆のおかげよ。多くの家臣を失った。わしに行く姿が見えなんだばかりに。あたらすまぬすまぬ。彼らは己が望む未来のために死んだのです。未来を殿に託したのです。見えまするか、殿の行く末が、たどり着くべき場所が。しかと見える。彼らが望み見ることのかなわなかった未来、太平の世が。死したる者どもの未来、殿が背負わねばなりません。重き荷よのう。